はいどうも、フラチャンダイスチャン。本日は、少人数で倒されているエンドコンテンツということで、今回は紹介していきたいと思います。どのようなエンドコンテンツが何人で討伐されているのか、結構ね、意外なこと多いと思うんで、ぜひとも最後まで見てみてください。初心者の方というのは、まあ大体こう、エンドコンテンツというのは、まあ4人で行くもの、もしくは8人同盟バトルだったら8人で行くもの、そう考えている人多いと思う。ところが、アーストルティアの上級者の方々は、そういう4 5人パーティーで行く前提のものを3人で倒したりなんなら2人で倒したりとかそういうのがあるんで今回そちらを紹介していきたいと思いますというわけで早速やっていきましょう はい。というわけで、まずは、トコヤミから見ていきたいと思います。トコヤミシリーズは、レグナード、ダークキング、メイブといるわけなんですけども、まずはこちら、レグナード、レベル5から見ていきたいと思います。レグナード、レベル5なんですけども、まあこちら、4人でもね、なかなかこいつの HP が多かったり、こいつのやってくる技がかなり凶悪で、竜の方向に悩まされる人も多いと思う。ところが、これですね、このボス、実は、上級者は、 三人で討伐するんですね。まあ、しかも最近だと三人で討伐というのはかなり安定するようになってきました。まあ、自分なんかも三人で討伐したことはあるんですけども、まあ、要は、いかにこうパラディンがいい感じに抑え込めるか、で、あとはひたすらメラゾーマを打ちまくって火力を出すか、そういった感じですね。まあ、そうすることで、レグナード三人で、まあ、大体まあ、 15分ぐらい。まあ、それぐらいで安定して倒せるようにはなってきました。まあ、実装当時から考えると、3人で討伐するとか、マジであり得ない話なんで、4人でもね、 全然削れないんで、時間ギリギリでようやく倒していたみたいな感じなんですが、まあ今だと魔法使いの火力も上がって、3人で討伐するパーティーも増えてきた。なんだったら、2人で討伐する人とか、もうそろそろ出てきそうではありますよね。もしかしたらもう2人で討伐してる人はいるかもしれません。パラディンと魔法使いみたいな、もしくはパラディンと何かしらでもう実は倒している可能性もある。というわけでこちら、まずレグナード。まあ今のところは3人で討伐しているということで、 で続いてこちらダークキングですねダークキングなんですけども実はこちらですね2人で討伐されてるんですねというのもレベル5ですよレベル5がなんと2人で討伐されているっていう馬鹿げた話があるんですよで構成は何かっていうと動物界と魔物使いらしいこのたった2人でダークキングを たった二人でね、そのレベル5を倒したらしいんですが、まぁ、あ、実際動画とかはちょっと自分見てないんでわかんないですけど、まぁたいやることはわかる。リンクかなんかして、次回シールドとか引いて、あとはひたすら世界樹の雫を使いまくって、で、あとは火力を出していくみたいな感じですね。まぁ、あ、ダークキングレベル5は常闇全種類の中でも一番 HP が低くて36万ぐらいだっけなそれぐらいなので、まぁ、あ、デルメゼが80万ぐらいで削り切れるって考えると、 魔物使い1人でも全然削りきれるようなそういった HP にはなっています。ただ こいつが出してくるクリスタルとか、その辺を避けながら、あとはこいつのダークプレスとか、その辺をなんとか耐えしのぎながら、たった二人で倒していくというのは、まあ、なかなか圧巻ですよね。まあ、つうわけで、ちょっと自分はね、考えられない。まあ、ちょっとやれと言われたら、マジで吐き気するレベルで、まあ、二人討伐、めっちゃすごいですね。というわけでこちら、ダークキングレベル5、実は二人で討伐されています。 で、続いてこちら、メイブですね。メイブレベル5見ていきたいと思います。メイブレベル5なんですけども、大体みんな3人討伐聞いたことあると思う。どうせあれでしょって。3人討伐があの主流なんでしょみたいな。そう思った方多いと思います。ところが残念。最近ですね、なんと2人討伐が出たんですよ。メイブレベル5の。で、マジかと。で、構成は何かっていうと、バトマス2人らしい。 えげつないっすね、ガチで。まあ、最近バトマスはテンションブーストとかが強化されたんですが、まあ、それでも回復とかどうやってたんだろうってちょっと考えると、マジでやばいっすね。まあ、回復はどうなんでしょうかね。ミラクルブーストとか使っていい感じにやったのか、それともミラクルソードとかでいい感じにやっていったのか、まあ、って考えたとしても、まあ、こちらのメイブの HP80 万超えてるわけですからね、それ、ぶっちゃけあの4人でやっても結構時間ギリギリになることも多いんで、それを2人 2で討伐するってどんだけの上級者だよって思ってしまいますよね。まあ、立ち回りとか、その辺正直真似できる気がしない。まあ、実際動画とか残ってないのかな？ちょっと探したんですけど、残ってなかったんでどんな感じにやったのかはわかんないですけど、まあとにかくバトマス2人でのなんと討伐したらしい。まあ3人討伐はよく見るけど、さすがに2人はね。もういないっすよ。というわけで、こちらメイブー。実はレベル5。2人で討伐されています。 はい。というわけで、続いて、レギルラッドですね。レギルラッドとローガスト。まあ、この2つのコンビ。まあ、2体同時に出てくるやつですね。まあ、こちらなんですけども、まあ、これに関しては、レベル3であれば、3人討伐は出ている。なんだったら2人討伐出てるのかなまあ、ちょっと調べた結果、3人討伐までしか見えなかったんですけど、なんか中には2人討伐してる人はいそう。で、最新で出た、レギルラッドとローガスト、レベル4。こちらに関しては、まだ3人討伐の報告は自分は見ていないです。 まもしかしたらもう上がってる可能性もあるけど、まあざっくり調べた結果まだいないので、まあこちらレギュルラッドとローガスと3人討伐やったら今マジで英雄になれるんで、まあ正直ね4人でひたすら頑張っても結構時間ギリギリなんで、まあこれをさすがに3人で討伐するって考えるとマジでおぞましいものがあるんですけども、まあとにかく最近ね 火力のインフレが半端じゃないんで、もしかしたら1年後先はレギュルラッドとローガスト、まあ、3人討伐が出ているかもしれません。まあ、というわけでこちら、レギュルラッドとローガスと、今のところはまあ4人討伐。で、レベル3に関しては3人討伐が出ているといった感じです。で、続いてこちら、スコルパイドですね。スコルパイドなんですが、最新のレベル4だと、なんとですね、すでに3人討伐。 実は上がっています構成は舞踏か魔物使いであとは賢者ということでまあこのいつもの3人で3人討伐をしたって感じなんですけどもやばいっすねマジで。 自分なんかは人人で魔物使い2人入れて武闘家やってまあそれで大体ねまあ時間ギリギリとか早くてもまあ18分とかさそれぐらいなんですがまあところが上級者の方々はこれをまさかの3人で討伐してしまうというマジで考えられないこいつの攻撃3人だと正直自分どうやって耐えんだろうって思うんですよね4人でやってて1人が偶然その熱波とか当たって落ちちゃって、まあ、それで3人になった時一気に総崩れしてしまうん まあ、それを常に3人で討伐するっていうのは、いや、マジでやばすぎる。まあ、つうわけで、こちら、スコールパイドレベル4、もう3人討伐出てるんで、まあ、3人で討伐できてるってことは、4人の場合だったら結構安定した火力で足りるはずなんで、まあ、なので皆さん、まだ倒せていない方、4人ならばね、 ある程度崩れても何とかなる可能性があるというわけなんで3人で討伐されてるんで4人でやってる人は安心してで落ち着いて攻撃してみてくださいちなみにレベル3に関してはなんと2人討伐が出ています やばすぎる。今ですね、結構火力のインフレも起きて HP も伸びたと言っても、二人討伐はマジで難しい。魔物使いと賢者でやるわけなんですけども、こいつの使ってくるサイカ、まあ、頭割りのやつ。 あれが来た時にどう対処していくかがマジで重要。ガチで辛いんで。ま、ぜひともレベル3であればね、二人討伐の敷居はまあ低くはなってきてるんで、ぜひともチャレンジしてみてください。はい、というわけでこちら、スコルパイド。レベル4に関しては三人討伐。レベル3に関しては二人討伐が出ています。 はい。というわけで、続いてこちらですね。まだレベル4は出ていないんですけども、ジェルザークレベル3。こちらなんですが、まあ、3人討伐はね、もう当たり前ですよ。もう皆さんここまで聞いてきて。さすがにこんな旧式のボス、3人で討伐してる人、めっちゃいると。まあ、普通その通りですよ。まあ、こんなもんね、3人討伐でみんな討伐してる。もう普通にあの、中級者ぐらいであれば、3人で行って割と簡単に倒せるんじゃないかなってぐらいですね。まあ、それぐらい今インフレが起きています。 ところがですね、こちら、なんと、二人討伐が出ております。やばすぎる。三人ならまだわかるけどね。二人となると結構難しいはず。火力がどうも足りるかなって感じですね。まあ、あとは一人だと、そのジェルザークの出してくるお供の、 ジェルソルジャー、あちらがマグマを召喚してくるときに、ある程度ダメージを与えていかないと、マグマをキャンセルできないわけなんですが、まあそれを一人でどうやって対処していくかっていうのがかなり大事になってきますね。で、ちなみに二人討伐の構成なんですけども、僧侶、魔物使いだそうです。まあ魔物使いで僧侶さんに HP リンクして、まああとはいい感じに火力を出していくといった具合ですね。まあ、なのでこちらはやっぱ、一人だとね、本体は削り切れるかも んないけど先ほど言ったそのジェルソルジャーお供のマグマをどう処理していくかそれがめっちゃ難しそうというわけでこちらジェルザーク2人討伐が出ております。 はい、というわけで続いてこちら、ガルドドン。ガルドドンなんですが、こちらに関しては3人討伐が出ております。まあなんか3人と聞くと、なんともこうガルドドンといえば結構前のボスのように感じて、まあ割と普通にいけるんじゃないと思う方いると思うんですけども、実際やってみるとめちゃめちゃ難しくて、結構火力足んないんすよ。いやマジでね、魔法使いとか賢者とかその辺って火力が上がったとは言っても、正直そんなにバトマスとか武闘家レベルで上がったわけじゃない ので今ガルドドンレベル3を4人でやったとしても結構時間ギリギリになってしまうことってあるんですねまあなのでそれぐらいガルドドンって HP も多いしなかなか削り切れないモンスターなんですがまあそちらを3人討伐している人がちらほらいるということでまあちなみに構成なんですが魔法使いデスマスター魔法戦士だったかな動画見たやつはまあ他にもなんか魔法使い賢者魔法戦士みたいな感じでやってるパーティーもあったりしてまあ結構なんか構成はま まち,まちらしいんですけども、まあやっぱデスマスターは欲しいですね。まあ、なのでデスマスター魔法使いであとは魔法戦士みたいな。 で、こいつのやってくる魔法カンタに関しては、その魔法戦士の片手剣で解除するそうです。まあ、なので、結構ね、三人討伐の式、今頃なら低いような感じはするけど、実はめちゃめちゃ高いガルドドンということで、こちら紹介しました。で、続いてですね、こちら、デルメゼということで、デルメゼに関しては、まあ、まだ三人討伐しか出ていない。と言ってもデルメゼ、めちゃめちゃ強いですからね。HP なんて何万だっけ ?80 万ぐらいありますね。えー、それをですね、構成は、 魔物使いいい僧侶ととうことでこの3人ででの人やっていま,すまあやっぱ3人討伐の場合って魔物使いのリンクが1枚足りないわけなんで4人でやる場合だったら魔物使いが2人いるわけなんで舞踏家にリンクであとは僧侶にリンクというふうにできるんですけども、まあ、3人討伐になってくると魔物使いが1人な以上舞踏家にリンクして あとは後衛の僧侶というのは、ファランクスと防御でうまいこと耐えしのいでいかないといけないということになっているんで、まあ三人討伐、デルメゼ結構難しいですよね。まあところが割と最近では上級者の方はデルメゼ三人討伐に関しては、まあ結構簡単にこなすようです。自分はまだやったことないですけど、まあとにかくそんな感じでデルメゼ三人討伐、めっちゃやってる人います。 で、続いてこちらですね。バラシュナということで。まあ、こちらは三人討伐。まあ、それは普通にいるんですよ。自分もね、三人討伐しました。ところが驚いたことに、こいつ、二人討伐出てるらしい。というのも、構成としましては、魔法使い、道具使いらしい。まあ、道具使いで次回シールドかなんか貼って、で、あとは必殺引いて、レボルスライサーなんかぶち込んでとか、やってうまいこと多分火力を出していくんでしょうが、 やばすぎる、本当にやばすぎる。いや、マジで、こいつを二人討伐とか、いや、ちょっとね、調べたんだけど、三人討伐ぐらいだろうなと思って調べたら、まさかの二人討伐が上がっていて、マジどぎも抜かされました。 まあ割と新しめなボスなんですが、まあ結構ね削りやすいとは言えど、まあただやっぱ4人いないと結構難しめなボスでもあったりするんで、まあ賢者、僧侶、魔法使いがいていい感じに戦える。まあそれを1人ずつ減らしていくとね、まあ結構難しくなったりして、で魔法使い、道具使い、まあその構成で2人で討伐したパーティー。 まあ、こいつね、あの、あんまり近づきすぎると魔法カンタとかしてきて、まあ、それで魔法跳ね返されちゃったりするんで、まあ、なので、近づきすぎずに、いい感じの距離感で、HP0 になるまで、ひたすらメラゾーマを撃ち続けるということで、まあ、使いの人は次回引いて、まあ、メディカルデバイスかなんかやんのかな、で、あとは雫ぶっ放しまくって、で、そうやって倒したみたいです。まあ、というわけでこちら、驚いたことに、二人討伐が出ているんで、えー、四人でやってる人、全然ね、火力に余裕はあるはずなんで、 死なないように立ち回っていけば倒せるはずですというわけでこちらバラシュナ2人討伐出ています はい。というわけで、最後、最後なんですが、こちら、最悪の王ということで、まあ、こちら、第一形態みたいなもんですね。まあ、こちら、8人で同盟バトルでやるボスなんですけども、まあ、これ、何人でやったと思いますか ?8 人ですよ。8人前提で、まあ、昔なんですけど、バージョン2ぐらいかまあ、それぐらいの時に、8人前提で作られたボス。まあ、ところが、こちら、バージョン5の時に、なんと、 一人で討伐した人がいるらしい。というのも、配信をしている方なんですが、まあ、とある配信者の方です。まあ、その人が、バトマス一人でこいつを倒したということで、まあ、結構再生が伸びていました。 まあやっぱバトマスってね意外と万能色でミラクルソードで自分回復できたりとか、まああとはテンションバーンとか使ってテンション上げたりとか、まあ攻撃一筋に見えて意外とこういろんなことできたりするんですよね。まあなのでそういったバトルマスター、まあその職業を使って8人で倒すボスを1人で倒すということでめちゃめちゃやばすぎる。 まあ多分やろうと思えばね、割とできることなんだけども、さすがにこの8人で倒すボスを1人でやろうとはなかなか思わないわけなんで、まあ結構衝撃を受けましたね。まあというわけでこちら、最悪の王、なんと1人討伐が出ているということで紹介させていただきました。皆さんもぜひともやってみてください。 はい、というわけでいかがでしたでしょうか今回紹介したのはエンドコンテンツ少人数で倒されているボスを紹介してみました、まあ、ちょっと情報が食い違っていたらぜひともコメント欄で教えてください、まあ、例えば3人討伐って動画で言ってたけど実は2人討伐出てるよとか、まあ、逆にその3人討伐出てるって言ったのに、まあ、実はその3人討伐出てないですよとか、まあ、そういうことあったらぜひともコメント欄で教えてください今回の動画がためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いしますそれでは皆さんまた 会いましょうさよなら